鈴鹿さん来たまで来て、こんな怖い目してきてんだよ。笑ってんじゃねえよ、怖い目。はい、こんにちは。わちゃんのまはです。今回ですね、このプッチグランプリっていうね、あのちょっとちっちゃいカートにゆしんくんと太陽くんで対決だ。よっしゃー、負けないぞ。あー、もうなんか怪しい雰囲気が出てきちゃったけど、大丈夫？大丈夫大丈夫。はい、じゃあお二人とも頑張ってください。はい、1人1対1の勝負だよ。うん、あ、2位でも1位でも何とも関係ないでしょ。そうだね、楽しんで頑張ってください。はい、さあ結果、太陽が4番で、なんと優勝でーす。さあリベンジできたぞ太陽。嬉しいね。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあレーシングシアターやってきました。ここ見ていきましょうか。レーシングバスの幅はどれくらいの重さだろうね。ああ、いいね、マジで。相当嘘。ちょっとパフォーマンスやらして、うん、あ、重いこれでコーナー回ってんの。いや無理でしょ、こんなよっぽど体力ないとダメだね、うん、途中でさ、あーってなっちゃうね、うん、風の中を駆け抜けろ。あ、セナが乗ってた。ホンダ MP45。本当に乗ってた。うわ、かっこいい、かっこいい。全部ホンダじゃん。点検中って書いてあるね。すごい。綺麗なホンダね。マクラーレンホンダだ。ウィリアムズホンダ LW11B。これ超強かったやつだよね、ナイジェル・マンセルの。はい、じゃあこれから観覧車乗ります。観覧車ね。あー、サーキットホイール、はい、ありがとう。行かして。ちょうど足元気をつけて乗ってください。今ちょっとすごい シースルーじゃない。鈴鹿サーキットの F1 中継の時はこの観覧車必ず見れるから。そうでね、この観覧車
ましたね。なんとね、このサーキット内の高低差なんだって。え、そうなの？その大きさなんだって。その地面から上まで、こんなにこのサーキット高低差なんだよ。すごいよね。ちょっとすごい高くなってきて怖いんだけど、ママ遠く見ます。マジで怖いんだけど、手が汗だく、パパ。あ、これがこちらレーシングカート。こちらレーシングカート、こっち映ってる。見える？見える。よかった。東コースここ一望できるんじゃない？みんなビット戻ってるね。おしまいみたいだね。頂上ですよ。 F1 の時はこれがあれか、いっぱいになるんだ人が。すごい、見てパパ、すげえ手汗がすごい。すげえわ。もうちょっとだ、もう席より下に降りて、もうちょっとだ、もうちょっとだ、本当だ、もうちょっとだ、やった。よかったね。怖かったよ。なんでパパ、なんか泣きたまで来て、こんな怖い目しなきゃいけないんだよ。笑ってんじゃねえよ、俺は。笑ってんじゃねえよ。はぁ、生きて帰ってこれた。生きて帰ってこれた。はい、じゃあ、レーシング続いてはこちらレーシングカート。こちらレーシングカートっていう、小学校3年生から乗れるやつね。ゆっくりめのレーシングカート、やりましょう。これ1位だったり、こういうカードゲットできる。あ、そっか。うん。なるほど。じゃあ、行ってみて。うん。いた、青いヘルメットね。頑張ってね。はい、5番か。5番だ。レッド5だ。出たー、出たー、遠心です。これが遠心だ。おお、かっこいいぞ。2だったの？2位じゃなくて、うん、秒数だから。あ、22.999。あ、そっかそっかそっか。やったやったね。みんなやった。よかったじゃん。エイシン君のベストタイムね、うん、22秒台だった、うん、これね、小学3年生のベストなんだけど、20.81 じゃん。あと2秒だったね。まあ、でもいいタイム、ずっと22秒台で走れたからね、うん、楽しかったでしょ。うん、すっげー楽しかった。よかった、エイちゃん一回もスピンしなかったからさ、うん、素晴らしいと思った。よかった。レーシングルームプレミアムってとこだって。ーノースだね、うん、ここだ。ここか。よし、行ってみよう。行きます。行きます。はい。おお、すごいすごい。おお、かっこいい。すごい、すげえ、かっこいい。うん、いいよ。すげえ。メーターがついて、ここはライトだね。これすごいな。これ、えいちゃん、このでっかいベッド一人で寝んの？いや、僕もじゃあこっちに寝てよ。すごい。いや、すげえ、めっちゃかっこいいお部屋。ここは、お、あそこの電気が消える。あ、コントロールできるのね。あそこは火災じゃないのね。うん。うわー、チープ。これは、なんだ。お、ついた。すごい、かっちょいい。おお、すごい。これは男の子心くすぐるね。よかったね。じゃあ今日はここでゆっくりしましょう。はい、ということで今回ですね、鈴鹿サーキットを満喫させていただきました。本当ね、パパね、 YouTube やっててよかったって本当に思った。今回そうだよね、うん、ここ来れてよかった。最終コーナーからね、ホームステージだからね、すごいよ、この景色。
最後に見納めで公園に来ました。見納めじゃないよね、また来ればいいんだよ、ね、うん、うん、F1 見に来たいすごい混雑だろうけど、ね、見に来たいなと思いました。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のその動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回以上でございます。バイバイ。